本日の相談です。可愛い以外の褒め言葉を教えてください。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、ライト、ツイッター、本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用のライトの方にお願いします。ということで今回は可愛い以外の褒め言葉ですね。なるほどね。まあ、ちょっと男性は可愛い以外の褒め言葉、まあ、その褒めるっていうことにちょっと苦戦している方が多いのかなという印象ですね。まあもちろんね、女性可愛いって言われると嬉しいんですけど、言われ慣れているところはありますよね。嫌な言葉ではないんだけど、特別意識する言葉でもないのかなと思います。ということで今回は女性が可愛いと言われるよりも嬉しいっていう言葉を考えてみました。ということで今日の目次はこんな感じです。可愛いねよりも刺さる言葉と女性に刺さる伝え方ですね。では早速やっていきましょう。まず可愛いねよりも刺さる言葉です。一つ目、センスですね。例えば、その服可愛いねは、まあ別に普通なんですよね。この時にですね、もっと刺さる褒め方をしようと思うと、その服を選んだセンスがいいねという意味で、その服すごくセンスいいねというふうに褒めるって感じですね。女の子って別に服褒められるのも嬉しいんですよね。だけど、そのセンスがいいねって言われる方がより嬉しいです。大体こっちとしても別に服褒めたいわけじゃないじゃないですか。その服を褒めて、あわよくはもらおうとしてるわけじゃないですよね。なのでその服を褒めても刺さりとしてはちょっと弱いんですね。なのでセンスいいねという褒め方をすることで、相手にですね、フォーカスをすることができます。そうやって褒める方が刺さるかなと思います。そして二つ目が存在です。男性っていうのは自分の力を証明したいですね。例えば社長になりたいとか世界一になりたいとかですね。そういう自分の力を証明したいっていう欲求がね、ある方が多いかなって思うんですけど、女性っていうのは自分の力を証明したいっていうよりは、自分の価値を証明したいって思っている人が多いんですね。まあ、もちろんこれはですね、男性でもですね、自分の価値を証明したいと思ってらっしゃる方もいるし、女性でも自分の力を証明したいと思ってらっしゃる方ももちろんいるので、一概には言えないんですけど、まあ、その傾向が強いかなと思います。で、そのね、女性が言う自分の価値を証明したいってどういうことなんかというと、例えばめっちゃ努力して上り詰めたとかそういうことじゃなくて、そこにいるだけで素晴らしいっていう風に思われたいっていうことなんですね。だからね、女性でね、ようわからん資格取る人っているでしょ。それ別に仕事にそんなその影響があるわけでもなく、何のために取ってるの？それって何なん？みたいな資格をですね、まあ、その、こんなん言ったらあかんかな。でも、あるでしょ？なんか、ようわからん、何のためにみたいな。まあ、例えばその、ボールペン字講座とかやったら、字が上手くなりたいという目的あるからわかるんだけど、なんか、ようわからん、その、何とはちょっと言いにくいんで言わないですけど、そういうのを取るのは、自分には価値があるって思われたいからですね。だから、自分の価値のために生きてるんですよ。なので存在を褒めるっていうのが結構刺さるんですね。例えばなんとかちゃんが来てから職場の雰囲気良くなったよとか、なんとかちゃんっているだけでなんか元気もらえるわとかですね、そんな風にそこにいるだけで価値があるんだよという伝え方がいいかなって思います。そして3つ目が家庭ですね。男性っていうのは結果を評価されたいって考えます。でも女性っていうのは家庭を評価されたいんです。なので成績で何位や、例えば1位取れたとか、まあ最下位やとか、あんまりそういうの関係なくて、それよりもそこまでの頑張ってきた過程を評価されたいんですね。だから一緒にですね、仕事をしてる相手に対してチェック漏れがないか何度も何度もチェックしてくれたよねとか、まあここまで来るまでに一生懸命リサーチしてくれたの知ってるよというふうに、結果にどう影響したかではなくって、どんな過程を経てきたのかっていう部分にフォーカスして伝えるっていうのがね、かなり刺さります。では次、女性に刺さる伝え方ですね。さっきの可愛いよりも刺さる言葉の一つ目のね、センスのところで、その服選んだセンスいいよねっていう話をしたんですけど、その服選んだセンスいいよねっていう言い方ももちろんいいんですけど、もっとプラスして言えるんやったら、そのセンス俺好きやなっていう、俺は好きやなと思ってるっていう言い方がいいかなと思います。あるいは、そのセンス惚れてまうやろとかですね。それが世間的にいいとか悪いとかではなくて、自分にめっちゃ刺さってるっていう言い方が結局相手にめっちゃ刺さります。
なので自分がすごくいいと思ってるっていうのをしっかりね言葉に伝えた方がよくって、でそうすることでプラスしてね、何がいいかっていうと、別に直接告白をしたわけじゃないんだけど、でもですね、相手はかなりですね好意的に受け取ってくれるんですね。人っていうのは相手からの好意を感じると自分も好意を返さなきゃって思うんです。例えばあの人自分のこと嫌いやろうなって思ってる人が自分のおらへんところであの子に話しかけたいんやけど、なんかこう好きすぎて緊張して話せへんくていつもさ仏頂面になっちゃってとか言ってる話をですね、まあ、第三者から聞いたとする。そうするとですねめっちゃ嬉しいし、その人のこと好きになりますよね。そして誤解やったんやなというふうに思います。そんな風にこっちからまずは好意を見せることで相手からの好意を引き出すという効果もあるので、ぜひね使っていただけたらと思います。ということで今日のまとめです。今日は女性が可愛いと言われるよりも嬉しい言葉っていうのをご紹介しました。まず可愛いよりも刺さる言葉としては一つ目センスですね。そして二つ目が存在、そして三つ目が家庭ですね。で次女性に刺さる伝え方としては俺は好きだなとか惚れてまうやろみたいな感じで自分にめっちゃ刺さってるっていうのを伝えることで相手にも深く刺さるっていうことです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、まあ、相手にね刺さる、まあ、嬉しい言葉ですね、褒め方みたいな話をさせてもらったんですけど、あのまあこういう話をすると私結構コメント欄をね見てる方だと思うんですよ。でその思ってないこと言うの苦手なんだよねとか、男ばっかりなんで言わなあかんねんみたいなコメントまあいただくんですけど、あのね基本的に思ってないことは言うたらあかんのですよ。その子が例えば、全然優しくないって周りも思ってる本人も思ってる状況で優しいよねっていうのは、まあ使えるテクニック、その場面的にはね使えたりするけど、まあ大半はいやいや嘘やんってなるから、基本的に自分が感じたこと以上のことは言ってはいけないんですね。なんでそもそも感じないのかっていう部分なんですけど、それはねやっぱ一重にね観察不足ですわ。観察したよく見てないからですね。思わないっていうことは知らないっていうことなんですよね。まあそれがね別に好きじゃなくてどう思われてもいい相手だったらそれでいいんですけど、自分が好きだと思ってる相手とかもっと仲良くなりたいなって思ってる相手なので、まあ、言った方がいいし、ちゃんと観察をして、で相手がですね、まあ、例えばその家庭を褒めるとかいう部分も結果しか見てないから家庭に気づかなかったりするんですね。だけどその子のことをちゃんと観察してれば、その子がどういう動きをしてくれてたのか、例えばですねみんなおらへんところで一人でねこっそり残ってやってくれてたとか、やっぱりそういうところを気づけるかどうかがやっぱ相手からの評価で変わってくるんですよね。そういうとこやっぱ気づいてほしいって人って思ってるじゃないですか。自分のこと見ててくれたんだなって思うとやっぱすごく嬉しいので、そこをですねちゃんと言葉にして伝えられるように観察をする力っていうのは磨いた方がいいかなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。